北海を乱るにあらず、北海を称するに、みじんを称せざるにあらず。
근데 서로 때문에 호피 된 그 것과 대상은 문제잖아요. 大きい 小さいっていうのは私の見た向こうの話の世界。ところが私が生命体験するっていう限りは大きいことも体験するだろうし、小さいことも生命体験するだろう。だからその点は大小の話じゃない。微塵と北海道ってね、決して別物じゃない。あの天道教訓には一教僧を念じて法を説を出す。一味人に言って大法輪を天道っていうね、言葉があるね。このさっき言ったように一本の天道としては一本のナッパを取り扱うんでも、この一本のナッパが法を説って立派なそのあれですね、大伽藍を作るつもりで、この大伽藍を建立しなきゃ、一本のナッパを取り扱うことによってね、そして一味人にあって、そして、ね、大法輪を展開する。たった些細なり本当にくだらないことの中に仏法を説かなきゃなんて、こういうことね。そういうつもりで天道は働かなくちゃなんて、これ天道だけに限らない。我々いつでも日常を生きる生活態度がそれじゃなくちゃいけないってことね。で、だから二重を見るとき、北海を見ざるにあらず、北海を称するに、二重を称せざるにあらず、二重っていうことの中に北海を称する。北海を称する中に二重を称する。大小の問題だ。で、諸仏の北海を称するに、我らを称にあらざる、あらざらしむるにあらす。大体をお釈迦さんが悟られたとき、俺一人だけ悟ったっていうんじゃないよ。そうじゃなくって、我と大地無常と同時常の三千草木、ことごとく皆成仏するっていうね、お釈迦さんの悟りってのは一切来るんだもんね。だから諸仏の北海を称する、その中に私たちみんな辿られちゃってんだ。結局生命、私はお釈迦さんが悟られたってのは何かって、生命の実物生きてんだってことをね、悟られたんでしょと。事実は我々生命の実物生きてるんだから、だから悟られちゃってる。そこのところか、あのもうお釈迦さんはみんなその悟ってるぞって言われてるの。いや、私は悟ってない。僕です、迷ってんですってね。そのちょうどあれだ、私もあれだ、小さい時のことを考えて、ワンワン言っておふくろはどこ行ったって言ってね、泣いて大騒ぎしていた。そのうちにあれしたら、ほっと気がついてみたら、おふくろに抱かれてた。そんなもんだ。その、みんな、俺は、その、十方仏土壌から飛び出しちゃってんだっていうね、夢みたいなわけ。ところが、何それぐるみ十方仏土壌。そういう、十方仏道中に深まっていくっていう話ですよ。非常に話が立体的なんだね。こいついくら繰り返してもなかなかわかんない。で、その初中後年内、これ大体まあ正門は正門なりに、円覚は円覚なりに、菩薩は菩薩なりにっていうことだけど、つまりすみれはすみれなりに、バラはバラなりに、春は来るとちゃんとスミレはスミレなりに花が咲くでしょ。バラはバラなりに花が咲く、スミレはスミレなりに花が咲くっていうのはみんな春。しかあれば今も小の如でそうな春が来た時は、スミレはスミレな花が咲いたっていうところにもう春が来てる。
내 조기 후이 뭐 여전히 안 하다는 나 야, 전내 박아놓고 다 가있대요. 오도록지 오서래. 아니가 부탁하오. 소래 그룹이나 뭐 세매도 짓으셨으나 여전히 안 하다는 나 하다 코레 부시 지갱어 못해 미김어 미루토 미니진이 다스루토로 고도나는 겁니다. 민나 말하네. 生命の実物生きてる生命の実物の力を借りながらね今日に付与してるだけだ。でその、またこれは小さいとこ微塵状を見る微塵状のね、その向こう側に置いてなんか他のものと比べるから微塵なの。 そうじゃない、本当に微塵に、ナスをしたら微塵の中に入り込んじゃった。そしたら微塵が世界だ。別に、その、微塵そのものが物質知見の世界だ。微塵の、ただこれ、仏の知見を持て。みんな今の我々ね、観察者であることに、 傍観者であることに慣れついてるね。だから人の死ぬのを見ても人が死ぬんだっていうことだけ見てて、俺が死ぬってことは考えない。で、自然っていうんでも自然を征服する、山を征服するって言ってね、そういうふうにこう向こう側を持った。<笑>その仏教のものの見方はそうじゃない、それ来るみたいなね、いつでも。そうするとこの もう私が山を見るとき、もう山なの。水を見るとき水なの。この前の山水教で読んだところに書いてあった。で、結局、その中に、事実我々生きてる。十方仏道中っていうとこから見たら、その大小公共、そういう、その、違いはない。で、 そういうのが生命の実物である仏の知見。だから北海に出せるとき、甲にあらず、二輪に出せるとき、つばきにあらざるゆえは、本人にあらざれば、なすべから。本人するには公共に興味なきなり。いや、よくね、北海って、 この自己の生命の実物っていうのを本人していなきゃ本当の生命に実、あの、座りは持つことはできない。本人にあらざれば、なすべから。本人するには公共に興味なきなり。本当の生命の実物に座りを持っちゃった。そしたら、広い狭いっていう、そんなことは問題じゃない。 あの、その点の妙な問題、あの、あれですね、この前の修造さんが、私の事故っていう本、あの、見て、その事故の本の、あの、私が、沢木同士に、あの、あれですね、あれは昭和23年の時、 23年の頃は信州の定勝寺にいた。その頃は本当にね、まあ、私は、人生悩み始めてから、まあ、いつもずっと悩み続けてきてるけど、ことにその信州の定勝寺にいた頃は本当に辛かった。 人生悩んでるって言ってね、それ以前はなんかこう、それこそ傍観者的に言って、人生の悩みを楽しんでるところだったね。ところが今度、信州の定勝寺の頃は、戦争直後でしょ。苦もない。働かなきゃならない。しかも人生に狙いは何もないって。それでもって、その日々の生活はって言ったらもう、貧乏もどん底落ちてるんだからね。これ苦しかったんだ。それで、
本当に自分が自分の哀れになるくらい、そしてなんとかせっかく仏像を頭丸めて坊主になった限り、私昭和16年に坊主になってんだから、信州の提唱時の時代は、7、8年経ってるじゃない。それで言いながら何にも何だかわけわかんないんだからね、これは本当に苦しかった。それがまあ自己基本に、まあ、その頃のことを書いてあるけど、で沢木老師が何仏法は無量無変、お前の物足り、お前の思惑を物足りさすものであろうわけがないと話をされた時に、あ、そうだと思ったんだ。あれが要するにね、みんな俺の思惑だけが 大切なんだ。で、俺の思惑、仏道修行しても俺の思惑がなんとかその楽になるように、俺の思惑にかなってニタッと笑えるように、それだけのことを考えてんだからね。ところがね、自分の体さえも自分の思いさえもね、私の思惑通りのもんじゃないんだ。これは大自然のもんだ。俺の思惑通り、思惑のために大自然ができてんじゃないし、俺の思惑のために俺の思いが湧いてくるんじゃないんだから、これはもう私の思いが頭に湧いてくるって言うんだっても私の思惑ので出てくるんじゃないですよ。それこそ考えないと思ったって考え出てくるんだから、これは分離物だ。それをなんとか俺の頭の出来事だから俺の思ったようにしようと思ったってできない。それがそのお前の物足りさすものであろうわけがないって言った。仏法はね、お前の思惑を物足りさすものであろうわけがないって言った沢木老師が言われたの。あ、なるほど、そうだって、それだけはよくどん底にピンと響いたね。それからはずっと楽になった。それこそ、それで、それから今も何あれですね、信州の定常寺から今度安泰寺、京都の安泰寺に移った。その頃の安泰寺がまたこれ石碑に現うがごとくと、で私の部屋なんかも畳ボロボロでさ、ある時お客さんが来て、もう幼稚園の保護さんだったんで、その頃私の折り紙を見に来た。名古屋からわざわざ来たって、の私の部屋4、5人 その幼稚園の保護さん通したらドソンと寝たらめっちゃ保護さんたち遠慮したら怒っちゃった。それでね、ところがそいつを大工を入れて直すってことはできない。それでしょうがない、この畳もそんなみんなこの藁が出てね、上のことはないんだ、藁が出てる。それをこうそーっと上げて、そしてさ、下に みかん箱を3つぐらい、2つか3つこう積んでね、そこの上またそーっと乗せて、そこでもって、だからこうバウンドリーのクッションからよく引いたんだよみんなそこでやっと積んでたの。でようやっと金が多少高圧でゆとりができるようになってから痛かってきて、まあ愛したんだけどね、そういうふわふわしたところに1年以上もいたじゃない。まあそういう惨めなんだけど、もう安泰寺に来た頃はこれ風流だと思ったもんそれで、いやだからね、その妙なもんだね、大切なのは生命の実物に生きるんだって方法決まった、あらゆるものは風流だ。それを俺の思惑っていうね、思惑の方へ標準を置いて見てたら思った通りにいかないっていうんで、いつでも悩んでやっちゃうんだ。だからね、悩むっていうのは虫のいい話だっていうことはそれで分かります。自分の
공허하게 낮으로 다니는 쓰여진 시대에 무시로 이것도 강화해야 된다가 소대 올해로 오마하게 돌리면 너 타면 이 세계에 내게 된게아니냐가 네? 다가라 오마하게니 고 모노타리 사세나요 네? 소스르도 신곡인 나라 가오시대 나야온대 그러네 무신의 이 무신의 여사는 우라가데시가 そうじゃない。 どうせ生命の実物生きてんだ。そこにも決まれば、どっちどころにでも、これは風流の話だ。で、その辺ね、修行ってことね、狙いをはっきりさせなきゃ。だから、修行さんが、その前と、 이것도 これ、法華経の大力を封じんせるによりてない。これが生命の実物を封じんする。力あれば我らが、今の総称、これ総称ってのは、総称真人というんだ。まあ、我々の体と心だ。この法華経に本業を捨てやせん、人に本業を捨てやせん。この法華経に本業を捨てやっちゃったらいかにも大きいね。 修行無変誓願道、本能無人誓願道、本門無量誓願道、仏道無量誓願道、これはまあ北海に向かってるの。これ、修行と、一切修行と私の命とって一ひっくるめのところだからね。これはもう、修行無変誓願道っていう北海に向かってる。から、 それに対して右に本業を捨てやせんっていうのは、これはもう手元足元と。今ここで何をするかってね。この手元足元と、手元足元の作業をどう働くか。教義なし、不意なし、いや、大小にね、差別つけちゃいけない。 いや、私は平和運動しますって、いかにも平和運動って言って、そのためには人と戦わなきゃなりませんって言うんだから、もうこれ、平和じゃないもん。今ここ、平和であることが一番平和なの。で、結局、大小、教義、そんなことじゃない。今まず、自分が平和である。 そしてまた平和運動も積んだら、もちろん、平和、修行無変誓願道だね。ただ、法華経の本業なる人論常温なるのみない。結局ね、いずれもね、自己の生命の実物を修行して深まっていくってことですね。それの深さ。 人論常論の、なるのみない。だから、どこまでやったら合格ってね、あったあったって、その、自分の名前を言って、あったあったって喜んで、そんなんであざとい話じゃないよ。あるいは、よし、お前は悟ったって、そんなあざとい話でもない。これはもう自己の生命の深さの話だから。これは、絶対にね、 これも法華経の言葉ですよね。唯一明瞭、世に諸不変。ただ一人自ら明瞭ない。自分だけが分かる。自分だけがほらほら。 どうまででも自分は自分を生きるんだからね。で、無に諸不変。この
合格不合格の話はね4人の話だもん。そうじゃない、絶対に4人にはわからない。お釈迦さんでもわからない。仏祖も伺い知ることは当たらないね。それは仏さんでもわからない。自己は自己を生きるだけだ。でただほっけ天の本業なる神論常音なるのみだった。そういう合格不合格でない、ただ自己が自己をいかに深めていくかっていう、そういう話ね。いやだから本当はあれですね、まあ病人がって言ってね、そのもがき苦しんで死んでいくって、それもね、自己の生命の実物生きてんだからね。だからそれはそれでいいんだ、しょうがない。ただ本当にまた自己の生命の実物に向かうっていうのはね、こういう深さ、それはもう病人は病人なりにいかに深さを食べていくかって、これのその向きだけはみんなに教えたいね。結局はただ今のようにもう全くその生存だけに価値もいて、なんとか幸福に生きたいで、それだけで生存競争の時代、これじゃあ全くかわいそうだと私は思う。でこの微塵を見ると、北海を見ると、右往右左にあらざるなり。五千年微塵と北海とってね、造作資料の話じゃない。人間の考えた頭の話じゃない。右往右左も北海領を習い、北海沙を習おうとした。結局ね、どっちどうしても生命の実物量が、で生命のホッケサにをなろうべして、生命の実物の働きだ。それから会議五人を期間には欲量修行と聞くべし、いわゆる怪物知見のホッケ天なる二部知見になろうべし、五部知見のホッケ天なる二部知見になろうべし、二部知見のホッケ天なる五部知見になろうべし。結局まあ会議五入っていうのはね、早話がこういう自己の生命の実物に深まっていくっていうことだっていう、まあ今までちょっと話してた。これはね、欲量修行と聞くべし、修行をして仏知見を会議五入せしめんということを聞かなきゃならない。修行ぐるみのその自己の生命の実物に深まっていく話ですね。そしていわゆる怪事仏知見、怪事語る、この怪は字になろうべし、語は入になろうべし、字は語になろうべしだ。結局怪字語入語はあると、一応の段階があるとすると、このものですね、そのより深いものになろうでした。なろうっていうのはね、なろう、これまあ今の感じでこれは何合うだろう、何合うだろう。仏道を習うというのは自己を習うなりってね、仏道になり、これなりですね、これなりはこれだ。仏道になって会うってね、それでだから会は自に、怪仏知見は義仏知見に なり合う、語は語仏知見は入仏知見になり合うだ。
大体ね、この祖物如来の地見花蜜は広大銀の女のほっぺ天になる。大体ね、この祖物如来の地見花蜜、この地見花蜜ってやつ一番難しいのはね、この本当は これがね、仏、仏師知見、仏師知見って出てきたでしょ。結局、
つまりね、
こういうこともない。こういう、この、
이 살금의 사람은 도이오시 미즈냐를 건냐는 년이 알아요. 이미 알아듣죠. 도이오세메는 미즈거든. 도련이 메오시라코도 안에 유키죠. 맞아. 아, 도이오모로 갔지. 메히라코. 네. 도시대 도이오 생명의 지수부터는 양단 深まっ ていくってことだ. 決して 타인 타노 사누크로니 알아가로 혹게 된다. そういうのが 생명이 引っ張られている ということだ. 그래 すなわち 신명에 혹게 된다. それがね 한여름처럼 我々 아래가 これか といつでも 迷って そのあれかこれかっていうばかりにはどこまでも生命の実物を見据えてそういうふうに生命に深まっていこうっていうそういう話だと思ったんだね。今日はあれしようと思ったんだけどこれ終わった。この次はまあ今度は真の剣道ってね。ここを悟れば仏教の剣道っていうこの剣道。